皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は前回に引き続きジェイムズ・ウェッブが観測した天体を解説していくわ。前回のスマックス0723ってやつすごかったよな。万華鏡みたいですごく綺麗だったぜ。今回はこの2つの天体を紹介するからね。綺麗なものが好きだからちょっと楽しみだな。てふふ。さて、ジェイムズ・ウェッブが観測した2つ目の天体はこれね。おお、これも綺麗だな。あ、ごめん間違えた。何が？これ、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したやつだった。え、違うのか？ジェイムズ・ウェッブが撮影したのはこっちね。うお、全然違うな。すげえ色鮮やかになって細かいところまでくっきりだな。この天体はイータカリーナ星雲の一部で星を活発に作ってる NGC3324 という領域でね。そこのさらに一部を観測したのがこれってことね。すげえスケールだな。ハッブルが観測したのと比べるとわかるけど、ジェイムズ・ウェッブで観測したものの方が見える星の数が多いよね。確かにそうだな。これこそがジェイムズ・ウェッブの強みでね。可視光では塵などで覆い隠されてしまうような星でも赤外線なら見えるのと、ジェイムズ・ウェッブが持つ大きな鏡で光を集めるからかすかな赤外線でも見えるんだよね。なるほど、赤外線と鏡の大きさが正義なんだな。ところでこの茶色の部分は濃密なガスと塵が多くある領域なんだけど、どうしてこんな形になってると思う？まあ確かに境界部分が山や谷になってるし、その下には模様もあるよな。これは簡単に言うと星同士の押し合いになってるのよ。押し合い？ NGC3324 にあるこの巨大な恒星から強烈な紫外線を含む恒星風が吹いていて、このガスと塵はこの巨大な恒星からやってきたものなんだよね。へえ、表面から塵も吹き飛ばしてるのか。ガスと塵は新しい星の材料となるからこの中で星が誕生するのね。誕生した星はガスと塵を温めつつ強烈な紫外線を放つから、それが周辺にあるガスと塵を吹き飛ばすわ。その押し合いの結果、ところどころで山と谷ができ、ガスと塵の模様を作ってるってことね。ということは巨大な星が全体を押しつつ、若い星がところどころで押してるのか。まあそんな感じね。ジェイムズ・ウェッブが他にも興味深い星を捉えていてね。茶色い領域を拡大してよく見てみると、赤い小さな星がいくつかあるんだよね。へえ、何か他と違ったりするのか？これは生まれたばかりの星で原始星といってね。原始星は熱と光を発してるんだけど、まだ成長途中で周囲に塵やガスがあるから可視光を遮ってしまって見えないのね。でも熱を帯びてて赤外線を放ってるから赤外線望遠鏡で観測できるわ。なるほど、ジェイムズ・ウェッブの出番ってわけか。もう一つここにあるのも面白くてね。赤く見える原始星からガスが吹き出ているわ。え、ガス？いわゆる原始星ジェットと呼ばれるものでね。星が引き込んだガスや塵が星の周りを回ってる膠着円盤ってのがあって、そこから何かしらのメカニズムを経て原始星からジェットを吹き出していて、この二つを見比べると横に大きく広がってるのと細く噴出してるよね。確かにそうだな。これは噴出する速度が違うせいでね。横に広がってるのはアウトフローと呼ばれてて、秒速10キロ以下の低速な噴出で、こっちはジェットと呼ばれる秒速100キロ以下の高速な噴出だね。まるでホースから水を出す感じだな。詳しく分析してみなきゃわからないけど、この二つも噴出速度が違うのかもしれないね。一体どうやったらそんなジェットが出てくるんだ。まだメカニズムがわかってないわ。いろんな研究成果が出ているけど、大体は仮説上の数値をシミュレーションした結果なんだよね。それがなぜかというと、原始星の周りにある塵やガスが分厚いせいでよく見えなくてね。星が形成され出してからジェットを吹き出すまでの過程がわからないんだよね。なるほど、それでメカニズムがはっきりしないのか。でも赤外線で観測できるのと、ジェイムズ・ウェッブは分解能が素晴らしく細かいところまでよく見えているから、もしかしたら今後その辺のメカニズムが解明されて、これまでのいろんな説が覆るか、やっぱり正しかったんだってなるのか楽しみだね。どうなってるのか早く知りたいぜ。ちなみに NASA が超ウルトラスーパーメガトン級高画質画像を公開してて、こんな感じでモニターやスマホの壁紙としても使えるので、動画概要欄に配布してる URL を貼っておきますね。高画質ってどんだけすごいんだ？最高画質で 14575×8441、 データサイズは 136MB よ。サイズがでかいな。これを壁紙にすると宇宙パワーを得られて幸せになるかもね。途端に怪しくなってきたな。さて次はこれね。
なんだこれ、銀河が5つ？これは、ステファンの5つ子銀河と呼ばれてるわ。5つ子 ?4 つしか見えないけど、どこかに隠れてるのか？いいえ、よく見て。ここに銀河の中心にある明るい領域が2つあるから、ちゃんと5つ子になってるわ。そっか、近いところに2つの銀河があるのか。ちなみに、ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したのがこれね。やっぱり全然違うな、見える星の数が多いな。パッと見で5つ子に見えるけど、左上の NGC7320 だけ地球からおよそ4000万光年離れていて、あとの4つは地球からおよそ2億9000万光年以上離れているわ。5つ子なのは見かけだけか。さて、ここからいくつか解説するとね。まずは左下にある NGC7317 は地球からおよそ3億光年先にあって直径はおよそ10万光年。私たちがいる天の川銀河とあまり変わらない大きさだね。スケールがでかすぎてそこにいるって実感がないけどな。この銀河は楕円銀河という分類に分けられてて、特徴としては銀河にある星が古いものばっかりなところだね。古い星しかないのか？というのも他の銀河と見比べるとわかるんだけど、すごくスッキリとした姿をしてるよね。確かに模様みたいなものがないしな。模様は星の材料であるガスや塵、そこから生まれた若い星だったりするんだけど、一方 NGC7317 にはそういったのがなく、星の形成がされてないかほとんどされてないんだよね。だから全体的に年齢が高く銀河が老いていってるってことね。なるほど、少子高齢化が進んでるのか。一方で若い星が集まった星団を抱える楕円銀河も発見されてるけど、そのメカニズムはまだ解明されてないわ。謎ってことか。そういや、銀河ってどうやって生まれるんだ？その話は長いよ。まだよくわかってないこともあるから、いろんな説を紹介しないといけないし。じゃあもういいや。さて、次は NGC7318A と B ね。この2つの銀河は、えらく近いよな。そのうち衝突するのか？そうね、衝突中の状態だね。だから重要な観測対象になってて。ただ、お互いが干渉し合ってるように見える相互作用銀河に分類されてるね。相互作用銀河？上にある NGC7319 や左にある NGC7320 もそうなんだけど、銀河から伸びた星雲がお互い繋がってるように見えるよね。確かにそうだな。特にこの赤い部分だけど、この2つは今衝突してる最中でね、お互いの銀河がお互いのガスを剥ぎ取っているんだけど、そこに NGC7319 が衝突してきて激しい衝撃波が発生。その衝撃波は周囲にあるガスを圧縮するから、新たな星を作りやすくなった結果、この赤い部分でたくさんの星が活発に生まれてると推測されているわ。ガスを圧縮すると星が生まれるのか？そうよ、星の材料は塵とガスでね、何かしらの作用で密度がちょびっと上がると質量が大きくなり、質量が大きくなると重力も大きくなるから、周囲にある塵やガスを引き込んでいき、それが雪だるま式に大きくなって星が形成されるわ。だから衝撃波で圧縮されると密度が濃くなって、たくさんの星が生まれるきっかけになるってことね。そういうことか。ここでこの映像を見てもらうね。なんだ？私たちがいる天の川銀河はアンドロメダ銀河と接近中でね、あと40億年くらいすれば衝突すると推測されているわ。へえ、そうなのか。これはその衝突がどのように起きるかを国立天文台がシミュレーションした映像よ。ちょっと気になるな。お互いの銀河はそれぞれの重力で引き合って接近して衝突。でも銀河はたくさんの星が集まった天体で一つの塊じゃないから、衝突した後すり抜けるように通過。衝突によって衝撃波が生まれ、ガスが圧縮されることで新しい星が活発に作られるから、大きく明るく光る領域がたくさんできるわ。そしてまたお互いの重力で引き合い、また衝突。衝突によってお互いの星やガス、塵が摩擦によって回転運動がスローペースになり、そのうちかき乱されて不規則な運動になって一つの大きな銀河となるわ。ちなみに衝突が始まって一つの大きな銀河になるのに最長で10億年かかると推測されてるわ。相変わらず宇宙のスケールはぶっ飛んでるな。さて、最後にこの画像で軽く解説して終わりにするわ。この画像はなんだ？ジェームズ・ウェッブが中間赤外線の観測をしたやつでね。
紫色っぽいところはガスや塵がたくさんあって、そこで星が活発に生まれてる領域。赤い点みたいなものはめちゃくちゃ遠いところにある宇宙初期の頃の銀河。青い点みたいなものは比較的近くにある銀河もしくは星団でガスや塵が少ないもの。緑の領域は生命の材料にもなる炭化水素を含んでいる領域。緑と黄色の点は赤よりも手前にある銀河ね。これは銀河の構造がわかりやすいな。さて、ちなみにステファンの5つ後の画像も超ウルトラ高画質で公開されてますので、合わせて概要欄に URL を貼っておきます。後でダウンロードしてみるか。もしかしてちょっとだけ銀河に興味を持った？綺麗だったから後で見てみようと思っただけだぜ。ふーん、ちなみにこんな面白そうなのもあるよ。小さな銀河団が大きな銀河団を貫いた弾丸銀河団だよ。暗黒物質の存在を強く支持されるきっかけにもなったやつだよ。餌に食いつかせようって魂胆か、汚いやつだ。次回はサザンリング星雲とワスプ 96B を解説します。わーわー言うとりますが、お時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、ジェームズ・ウェッブが観測した画像の解説もいいけどさ、次はカニ座55番星 E の解説もしてくれよ。あれでしょ、ダイヤモンドでできた惑星ってやつでしょ。そうそう、それそれ。あれは解説しにくいんだよね。なんでだ？観測した結果、ダイヤモンドの層があると示唆するデータを得たっていうならいいけど、実際はわずかなデータからシミュレーションした結果、もしかしたら炭素とか鉱岩でできてる可能性があって、その場合温度と圧力から考えるとダイヤモンドの層があってもおかしくないねって程度なんだよね。だからなかなか解説しにくいなってね。それでもいいけどな。じゃあ信者限定で解説するから、これに署名して名前だけでいいから。ふざけんな。